彦根仏壇の店がの木を貫ねる七曲り。彦根仏壇は、滋賀県彦根市及びその周辺で製造される、金仏壇の総称。仏壇仏具業界では初めて1975年に、通商産業大臣によって、伝統的工芸品に指定される。彦根仏壇の起源は、江戸時代中期とされ、ブグブキの製作に携わっていた主や、差し物師、 飾り金串などが仏壇製造に転向したのが始まりと言われる。ヒコネ市の位置するとを地域は、古北地方と並んで、古くから仏教の盛んな地だったが、キリシタン禁止政策に伴って異教徒でない証拠として、仏壇を設けることが一般化したことと、ヒコネ藩主の強力な庇護を受けたことに後押しされ、トン製化内工業の形態と分業組織が成立した。戦後、 彦根仏壇同業組合が結成され、検査制度を設けるなどの品質向上に努め、彦根の地場産業として飛躍した。彦根仏壇は漆塗り、金箔押しがされており、金仏壇に分類される。サイズとしては、幅4尺、高さ5尺8寸で、一軒の仏間に収める大型の仏壇が主流である。後部七色という各分野の職人がそれぞれ独立した工房を構え、 仏壇店は工程に沿って順次発注をかけることによって仏壇製造を進めていく。そのため各部品は保存組という分解可能な構造になっている。以下、生産の順序と各職の役割を示す。ありがとうございます。